優勝なんか均衡してて面白かったですね。引き分けだったらうちが優勝ってなんか奇跡は起きない。引き分けだとね2位かな。うち引き分けでもシーマ優勝。おお、今試合1試合やってる状態でうちとシーマ勝つ一緒だから。うまい、こいけ。はい、いやでも三浦さんに変わった方が悔しいな。五木さんとの1対1は今日2勝1敗ぐらいで俺の勝ちですね。一回もろ抜かれたけど。勝った方優勝だよ、勝った方優勝。うわ、はい、はい、はい。あ、じゃあ、こっち。俺はもうファールじゃんじゃん吹くよ。ゲームブレイカーだから。お、おお。ギリギリディフェンスでさ。今ファールじゃないですか。ギリギリのファール。今吹くとこじゃないですか。今ね打ったから彼は。ああ。彼はシュートをね、あ、倒れたらファール。ああ、なるほど。シマ頑張ろう最後。切り替えちょっと遅くなってるよ。うめえ、いやー、うわー、すげえ、やばいやん。あれこれ明治優勝くるぞ。おい、本当に。このままだと明治優勝でうちと星島が勝ち点一緒。得失点どうなって負けるんだろうな。あ、得失点負けるんだ。おぉ、うん、ネイジボール、ネイジボール。うち優勝っていうのはもうない。もう絶対ない。このネイジに負けた時点で言ってました。あ、どうした。なるほど。あ、うまい。9時10分までのときめきを返してほしい。あ、2試合連続で勝ったから9時25分ぐらいまではこちら輝いてて一周目全勝だもん。さあ裏来た。オッケーオッケーオッケー。レイジボール、レイジボール。3試合目に結構シュートチャンスがありながらもちょっと外しちゃってたんですよね。早いうちにポンポンポンと外しちゃってて、あれが入ってたらまた、そうそうそう、あの自らリズムを崩すパターンね。やっぱ先制点大事ですね。まあ毎回言ってますけど、言ってるんだけどそうならないところがこのうちの学習しないとこ。いやちょっと待って、ちょっと待って、今日ネイジュ叩く日ってあの時前半盛り上がってた。なんか毎週あのシュートありません？なんで最終戦だけ浮かないのシュート。あれこれいつもの結末に向かってまっしぐら。あれ、うちはネイジュに一勝しましたっけ？一勝だけした。一勝した後全部一勝した後3勝ボコボコした。そうだ、3-0で勝って3-0で負けたんだ。その後も2試合ボコ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 。何なんでしょうね、あれ。何なんだ。一番年上チームでメンタル弱いって。メンタルとかさ、ブルガシスコとか一番備わってない。必ずこなしてきたはずなのに。
ました。うお、刺したら来るからね。20かな20ネージュかな。ミラ君のファー詰めとあとシュータ君っていうのかな、8番の人のミドルで20。ああ、そうだ、うえ、おしゃれおしゃれシュートもできる。いやしょうがない、これしょうがないよ。あれまたちょっとやばいんじゃないこれ。奈良さん、奈良さん、あ、いた、おい、おっと、これは分かんなくなってきたよ。日日日俺が監督ならこういうことも入れるけどな。ね、麦になっちゃってますね。うん、ちょっと熱くなってんだろうな。あれ？やべえ、家になった。最後までっていう感じですか、もしかして。出てからワンプレーとか。何時ですかね、今。ラストワンプレー、ラストワンプレー、ラストワンプレー。いやあ！二一ネージュ。結局ネージュ。ネージュで優勝ネージュ。